仮想通貨で送り人が急増するとおなじみ藤間です。今日も仮想通貨ニュースとビットコインとアルトコイン2のチャート分析をしていきたいと思います。はい、昨日はですね、仮想通貨市場は全体的に下げたんですけども、リップルについては逆行高ということで、リップルの強さをちょっと多少表しているっていう状態になりましたが、いろいろとね、記事を見てみると、そうではないような形の、データが現れてきているので、今日もしっかり話を聞いていただきたいなと思います。まずリップルの話に関連して、アメリカの下院議員のリッチー・トーレスっていう方、黒人の方ですねが、SECの、ゲンスラー委員長に対して、SEC が仮想通貨に対する規制による攻撃を見直すべきだっていう趣旨の、手紙を送ったということで、これがちょっと話題になってます。一部の、国会議員の人たちはね、結構その SEC の、 その強硬な規制に対して結構反対してる人も結構多くて、特に仮想通貨支持してる人みたいなのが結構いるんですけど、その人たちからは結構反発されてるって状態ですね。はい、あとはアメリカの大統領選挙に出馬するロバート F. ケネディ・ジュニアさんが、ビットコインを支持しているっていうことをスピーチしているということですね。この人は昔のあのケネディ大統領の、子供だったかな、甥っ子だったかな、なんか、大統領、元の大統領、暗殺されたの大統領の、子孫ということらしいんで、結構注目されているんですけども、仮想通貨支持派としても有名になっております。はい。で、市場の方はですね、ビットコインが落ちたんだけど、XRP は1日で 8% 逆行高ですよってことが言われています。マクロ経済はそんなに悪くないんですけど、仮想通貨は、ビットコインを中心にちょっとね、3万ドルあたりで揉み合っているような状態で、値動きがまた小さくなっているので、そろそろまたね、大きく動きやすいところにはなっているのかなというふうに思います。やっぱり XRP が証券じゃないっていう話があって、多少買われているっていうのはあるんですけど、その反動でビットコインに対する関心が下がっているということで、ビットコインが上げきれなかったという形になっているようという分析が多いみたいですね。はい。ただ、長期的な目線で見ると、2023年の第2四半期の仮想通貨市場では、ビットコインがメジャーなコインで言うと一番パフォーマンスが良かったですよという結果になっています。それはビットコイン中心に僕も今年投資してきて本当に良かったなというふうに思ってます。損失食らってるので言うと、ディファイ系のトークンね、ユニスワップ、チェーンリンク、リードとかが、2桁の、下落。あと、アクシーインフィニティとか、サンドボックス、ディセントラランドみたいなゲーム系もかなり厳しいと。ビットコインはオンチェーンデータでは投資家の関心 の高まりを表してますよってことになってます。一時的にね、リップルにコインが流れてビットコインに関心が下がったんですけど、オンチェーン上ではね、全然悪くないということになっています。グラスノードによると、蓄積トレンドスコアが上がってきていて、全体的には、ビットコインをこう蓄積している、クジラが多いような状況も出ていると。あとは、ビットコインはカニ市場にっていうことで記事があったんですけど、今、ちっちゃいね、その値幅、3万ドルから3万1000ぐらいのところでもずっとこう揉み合ってるので、ポンと跳ねやすい状況になります。で、ポンと跳ねたら、3万2000ドルのところに、レジスタンスがあるんですけど、そのちょっと上に CME の、ギャップがあるんですね。これ、テラルナショックの時のギャップで、CME の先物の市場が閉まってる間に暴落してるんで、そこにギャップがあるので、そのギャップを埋めに来る可能性があるということです。ただそこまで上がってきたら、今度はもう3万7000ドルぐらいまでレジスタンスがないので、3万2000ドルここから一気に上がってきて、3万7000ぐらいまで飛ぶ可能性もあるよということで言っておりました。そうすると完全に、トレンドとしては上昇トレンドに戻ってきたっていう形も見えますよということですね。あとは、デリバティブ市場でのトレーダーの活動も、悪くはないと。結構ロングの縦玉とかも増えてきているので、上に期待する人が多いということですね。はい。で、あとはね、縦玉の総額を見ると、今の価格、3万ドルぐらいよりもうちょっと下の価格帯に落ちたところに、買いの玉が結構入っているということなんで、一段下に下がっても買い出されされやすいということで、オンチェーンデータ上は、非常にね、上昇トレンドに、対して前向きなね、データが、かなり出ているということになっておりますと。
ということです。で、ビットコインの現物のその蓄積もかなり進んでいるので、2022年以降ずっとこう右肩上がりになっているので、まあ、現物についても、十分にね買われていっているということで、オンチェーンデータを見る限りではね、やっぱりもう一段上に飛びやすい状況ということでした。はい、じゃあね、今日もビットコイン、イーサリアム、XRP、ビットコインキャッシュ、体のエイダ、ポルカドットっていう順番でチャート分析していきたいと思います。ビットコイン昨日ちょっとね、ヒヤッとするような下落がありましたよね。今4時間足で示してるんですけども、久々に29,800ドルまで来ましたね。あ、ごめんなさい、29,600ドルまで落ちました。これは結構久しぶりの、価格になりますね。6月の30日以来ですね。3万ドル割ってきたのはね。ただ、まあ、ご覧の通り、この3万ドルよりちょい下かな。まあ、29,500 ぐらいのところ、この水平ラインなかなか割らせないで、もう今29,970ドル、まあ、ほぼ3万ドルまで戻ってきてるような状態になってるので、まあ、ここをしっかりね、今回割らせないってことになると、じゃあもう上だってことでまた一気にこのレンジをブレイクしやすい状態になったのかなと思います。で、今直近見てる限りでもここをやっぱりね割りそうじゃないので上に飛んでくるんじゃないかなと思いますが、まあそれには何かそのきっかけがねやっぱり必要になってくるかもしれません。なんかニュースがね。現物については、まあ、市場最高値から半分以下なんで全然買ってもいいと思うし、レバレッジ取引についてはこういうガクンと下げたところ、まあ、3万ドル若干割ってくるようなタイミングで、まあ、ロング入るといいんじゃないかなと思います。はい、うん、ていうかまあ今日ね、今日ロング入るのがちょうどいいかなと思います。はい、イーサリアムは1907ドルなんですけど、イーサもね久しぶりにちょっと大きく下落して、1895ドルまで落ちたんですけど、まあ、相変わらずねこの平行チャンネルみたいな形になっているので、まあ、ここを割らない限りは上昇トレンドが続いていって、また2000ドルタッチとかに、ね、行く可能性が高いのかなと思うので、まあ、今回みたいな下落で押し目で、まあ、ロングしていくとかっていうのがいいかと思います。はい、じゃあ XRP です。で、 XRP はね昨日見てた三角形は一応上に抜けたんですけど、僕はこの上昇については、高値更新はしないと思ってます。で、それは結構自信があって、まあ、一つは出来高が全然出てないんですよ。この間1日で2倍に吹き上げた時の出来高に比べたら、もう半分もない、3分の1もないぐらいの出来高しか発生してないんですね。これも通常ぐらいの出来高しか発生してないので、さ、あの直近高値の 0.93 ドルを超えるような上昇にはならないかなと思います。で、あとは、まあ、4時間足の短期のトレンドで見てみたら、まあ、ウェッジみたいな形になっているので、もうどうしても上に行っても下にガクンと落ちやすいね、チャート形状だと思うので、上振ってきて下に落とされるような動きしやすいんじゃないかなと思います。ただね、まあ、もちろんそうするとショートなのかってことなんですけど、ちょっとショート入る場所がねあんまりこううまく定まりそうじゃないので、まあ、明確にウェッジを割ってきたらショート入れるとか、まあ、自分でルール決めてやった方がいいと思います。で、ショート入るんだったら、まあ、多分ズル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 ダラダラっと落ちてくるようなね日足レベルで、下落になりやすいので、まあ、移動平均線があるようなところ、0.57 ドルとか、それぐらいまでずるショート引っ張るのがいいんじゃないかなと思います。はい、リップル今面白いですね。はい、ビットコインキャッシュです。で、ビットコインキャッシュは、まあ、結構前から、ショート推奨してましたけども、一応昨日はね多少反発して今245ドルです。まあ、ただ、多分、ダラ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 ね、多分この移動平均線との乖離、移動平均線が今180ぐらい、180ドルぐらいなんですけど、ずる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 こう近づいてくる動き、移動平均線も上がってくるけど、それでもまだまだずるずる落ちるみたいな動きしやすいので、まあ、ショートをね、長く引っ張っておけばいいかなと思います。その移動平均線の上ぐらいで、まあ、利益確定するのがいいかと思います。はい、体のエイダ久しぶりですね。体のエイダは今 0.31 ドルなんですけど、これもね、ちょっとね、厳しい展開だと思いますね。何日か前にポンと跳ねて 0.38 ドルぐらいまで跳ねたんだけど、そこからもう 10%、30% ぐらい落としちゃってる状態なんですよね。で、ちょっとダブルトップ、トリプルトップ、三尊天井っぽくなってくる形もあるので、まあ、しばらく今のこのレンジ、下が 0.2 ドルで上が 0.45 ドルぐらいのレンジで推移しやすいし、またね、相場が全体が悪くなった時に、まあ、0.2 ドル台まで落ちやすいので、
まあ、例えばバブルに乗っかるためにこれ買いたいっていう人は、まあ、なるべく安い価格帯に落ちたところで買っていくのがいいかなと思います。 0.2 ドルね。で、XRP の、まあ、証券じゃないっていう、ね、判決が出たおかげで、まあ、多分ADA も証券じゃないってことになるので、まあ、通常通り体の値段については次のバブルで10倍ぐらいは狙えるんじゃないかなっていうふうには思ってるので、安く仕込む分はいいと思います。はい、じゃあポルカドットです。で、ポルカドットもチャート良くないですね。 5.2 ドルなんですけど、まあ、今下降ベッジみたいな形で落ちてきてます。で、何回か4ドルぐらいでサポートされているので、またそこにタッチするような時が来るんじゃないかなと思うんですよね。まあ、短期的にはちょっとこういうちょっとこうピョンピョンってこうダブルトップみたいな形で跳ねてるけど落としそうな場面で、まあ、ショート入れるといいと思うんですけど、まあ、それよりはビットコインキャッシュの方が、まあ、ショートが決めやすいかなと思います。まあ、どっちかっていうとポルカドットも、まあ、次のバブル乗っかるために現物買ってもいいかなとは思うので、まあ、4ドル台に落としたら、まあ、そこでちょっと拾っておくのがいいんじゃないかなと思います。はい、キャンペーンの方は、ビットゲットの方で、このリンクから登録すると、5000ドルぐらいもらえるキャンペーンやってますので、ぜひビットゲットいい取引所なんで、コメント欄の一番上から登録してみてください。そして僕の、スレッズ、インスタグラム、ツイッター、TikTok もフォローお願いします。そして、チャンネル登録、動画のグッドボタン、忘れずによろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。仮想通貨投資なら大人気の取引所バイビットがおすすめ。200種類以上の現物取引とレバレッジ取引が可能で、期間限定で仮想通貨がもらえる入金キャンペーンもやってるよ。手数料が安くなる招待コードがついたリンクはコメント欄の一番上と動画の説明欄にあるよ。また藤原の YouTube メンバーシップなら毎週限定のコラムや動画が見れたり、毎月質問に必ず答える質疑応答動画が見れるよ。メンバーぜひ入ってみてね。